今回初めて使うコールマンの焚き火シート。いけた。いけた。テイク2とか使う。あ、いたね。このぐらいだったらいけるかな。まあ、最悪、最悪っていうか、もう最初はガスバーナー使う気満々だから。普通のガスバーナーで、ない。どうでしょう、やってみないと。これが、コールマンの焚き火のセットかな。皮膚希望と、この火バサミと、あとこういう最後に使うやつのセットになったやつですね。専用ケース付き。こっちはペグケースなんだけど、コールマンのペグケースなんだけど、ミス君とかそういうのはぴったり入るんで別の用途で使ってます。はい、でこっちがローテーブルで、こっちはローチェア。何をやってるんですか？これレーザースティックのつもり。いや、分かってるけどね。あ、分かってる、うん、知ってる、さすがに知ってるよ。それはほら、かつお節になってるって感じ。着々と準備は準備は進行じゃない、これでも。まあ、いいんでしょう。だってガスバーナーだし。つくつく。いいよ。このガスバーナー最強。風の当たらないとこから。お、火が見えてきたね。おお。いいね。生きてるね。いや、さっきまでね、風なかったのにね。いや、あったけどさ。何回かに1回吹くんですよ。だから、そう。消えたら言うから。あ、もう吹く。普段は家で使ってるからさ。うん、ちなみにこれがね、網戸？網戸っていうか、蚊が入ってこないように。あの自分が蚊帳の中に入るやつもう入ってる最初から。そしたら寝れるよね。寝れる。テントいらないよね。そう、タープやってこれに寝る。そう、タープでこれに寝ればテントいらない、うん、いいな。まあただ外から丸見えだけどね。うん、何も気にならない。あとはこれがあれだよ、ハンモックのかけるやつね。でこれが台。だから木がなくてもいいんです。そんなでかいの入ってるんだ。そうだよ。重い。で、こうやってこのピンをここに。ピン。これね。もう一回買おうかな。で終わり。これで終わり。土台は。さて。こちらだね。こういうのなんで、このままやってもいいんだけど、うん、一応ねこういう呼吸をするやつがあって、これを入れると、うん、力入れるかな。一番ものだからサビサビ使う。使う。見てればこう入るじゃん。でそっちが息なんとほらもう飛び出さないのね。
って、でここをほらマジックテープで留めると終わり。で、あと後ろこれやればもう全ての準備完了。木がないところで半分できる。家の中でもできる。家の中でできるといいよね。ただね、家の中でやると相当以上に場所取る。あ、ベランダでやったらいい。ベランダにね、ハンモックある生活憧れだね。よいしょ。で、じゃああとはこれを。もう想像通りよ。そうなのね。終わり。で、結構でかいんだよ。こうなると怖いでしょ。止める？そういう時のためにこれ、ほら。消えたよ。じゃあ、ちょっと見て。で、かけただけだとこうなると怖いだろ。そういう時のためにこれがあるわけよ。これね。あ、真ん中止めるの？そう。ハンモックなのかって言われると、まあでも初心者はこっちやっといた方が、ほら乗っかってぐるんってひっくり返したいから、そうこれで怪我した日には 最悪だからね。これならばあちゃんもいける。ばあちゃんに大丈夫かな。大丈夫。 OK、 もう完成ですよ。暑い。これタープの下じゃないと厳しい。これタープ欲しいよね。タープ欲しい。そして設置場所がひどい。これまあ春だし、まあね、こんな感じだね。ホームベルのいいね。乗ってみる。ちょっとロゴモンベルの。そしてさ、乗った瞬間ひっくり返ったらどうする？顔出ししないように顔を隠す、一応。うん、待って、どっから行くの？いや、普通にそこ、まずそこに座る。ちょっと待って、うん、結構あれだね、ダフンって行くでしょ。ダフン行く。やばハンモック初？ハンモック、なんかね、プレピア白浜にあった木に懐かしいね。ハンモックは寝たことあるよ。寝て本読んでた。どうすか、うん、行きたくなる。けどそんな揺れないでしょ、さっきのやつつければ、うん、さっきのやつがないと本当のハンモックというみたいにこうグラングラン。いいね。え、ここでゲームやりたい。自分で言うのもなんだけど、これ結構この木箱使えるよな。使える。車にドンピシャだしね。これ何次？うん、あのリンゴ箱をガスバーナーで焼いただけ。ニスとか塗ってない。杉板1枚余ってるの、うん、つけろかな。リンゴ箱あるから。リンゴ箱に貼るの？いや、リンゴ箱に直接ガスバーナーでバーって焼くだけ、うん、以上。なんかいいね。で、ほら、うちは今ほら、この取って金具使ってけど、穴開けてロープでほら、やるだけでもいいし。で、これに蓋つけてさ、うん、木で蓋つけて、テーブル、ベンチ、うん、テーブルとか椅子とかにできるから、それはまだ間に合わない、作るのに、うん、だからここのテーブルの板を、うん、あ、ほら、あの車のテーブルとガチャンってできる仕組みを作ろうかなと一瞬考えてたの、うん、だからこういう時にほら、家じゃねえや、車から板持ってきて、ね、うん、ここにバコンってはまれば、うん、テーブルになるし、うん、椅子にもなる。椅子だとちょっと弱いかな、うん、まあでもテーブルになればね。テーブルかなり使うよね。足りないもんよ、汚れてもいいからこれ、うん、丈夫だし、下がね、ベタってつかないよ、この下がね、うん、地べたに全部面が当たるのもちょっとね、濡れたりするから。思いっきりベナベナ投げまくってね、片付けろよって感じで。だって今誰もいないからね、平日。はい、車からポータブル電源持ってきて、車についてたテーブルちょっとね、これで支えてますけど、
これアイディアはいいね。これなんかうまく固定するアイディアをまた模索したいと思います。巻き相当使ったな。料理班長できたよ。これをどうしろと。あの中にぶち込む。マジですか。マジですか。もう直で行っていいんですか。もう超熱いよ。いやちょっと直火にならないところで、で無理だね。いいのかこれ。これ大丈夫か。燃えたら燃えたで面白いね。まあ燃えたらその時はネタになるね。ちなみにこの中はジャガイモでしたっけ。ジャガイモだと。うわ全然強い。バターとか醤油とかね。これめっちゃ今使ったけど最高いいぞ。ちょっと重い。重いから重いから力入りやすいんじゃない。こうやった時に重さでね、うん、一回半入ってしまえばこのなんか ただの、ね、うん、下に振りをコンコンやるだけだったの。そうコンコンやるだけ。この前ここからもガンやってた。いやそれだと無理。そしたらさズレでこれパキューン割れた。いやいやそれは使い方の問題だね。そうだね。物はいいから、初めて使います。ナイフだとやりやすいんだけど。もうじゃあ一個練習で。あの機が良かったってことね。どうなんでしょうか。これすっごい割れなかった。意外にね、この線でこうよりもこうやった方がいいんだって、うん、だったっけ、うん、待って、そこで手やれば危ないよ、ここら辺に、うん、いや、まあ、入んなくない。ちょっとあえて黙ってて。え、何あえて黙んないで。入った全然入んないです。あれなんか見てると面白いなって。面白くないよ。ここせっかく。え、全然入んないじゃん。うちやってみるか。うん、そして人がつけできなかったらいいです。何それ入る、うん、火打たなくない。ここ持って、うん、こうやればずれないでしょ。こうやればここやるんじゃなくて、うん、こここうやって離してこうやればずれたりするじゃん。だから当てたまんまこうやれば入るでしょ、うん、あ、今すっか。で、あとはこうやんないでこうやれば、うん、ほら、もうやってごろ。そうなんだ。通りで走ってなってる。なってる、うん、ほら、あ、これはいけるね。なってる。あ、ほんとだ。こうやって。おお、さすがプロいね、うん、だって両手だもん。まあね、こっちカメラ片手だから。この細いやつ、うん、もうそれ手でよくね。手でいいと思いますよ。めちゃくちゃ痛かった。どうぞ、どんどん使って。こうやってでもさ、これ火つくかな。ここにいと思うよ。つくか。すごい、アルミホイル焦げてるけど、焦げ飯どうこれ、ね、いいんじゃないですか。いいよね。こうやってじゃあ火がどんどん燃え盛る。まあ、スモークリスタなかったね。いらないね、あれ、ね、でもあれ以外に投げてるとも強い。熱いこれ。そりゃそうよ。手で持ってても熱い。あっち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 。そりゃそうでしょう。草燃えない。そこまで燃えたりはしないだろうけど。伏せとく。うん、でもこの形崩れるよ。いいよ。いいの、うん、せっかくやったら。ほら、そんなに熱い。そりゃそうだって。1000度ぐらいある。1000度あったら持てなくねえかな。本当に持てなかったよ。あっちちちってなった。この皮手がダメ。いや、いいと思うけどね、それ。いい。あ、鍋。
完全に言わせればダメダメ。ピークして蒸らすだけでいいと思う。どうなってるかわかんないけど。10分経った。15分ぐらい。15分経ちました。10分どころじゃない。もういいかもね。蒸らすとこ。焦げ臭い。ちょっと焦げ臭い。っていうか、隙間から見える気がする。押したい。素手でいきましょうね。じゃあちょっと待ってもらえますか。はい、いいですよ。どうなったかね。お、炊けてるね。でも焦げ臭い。そこ、お焦げなんか出てんだね、きっとね。どうなんでしょうか。なんかないか。なんかあるんじゃね。スプーン。なかなかいいね。お焦げもそんなできてない。ちょっとそこに。あ、めっちゃいいやん。炊けてるね。あ、パーフェクトじゃねこれ。うん。ちょっとほら、お焦げがいる。見えないそこに。あ、ほらほら。ちょっと冷まさないでさ。待っていいじゃん。冷まさないで蓋しとく。任せます。だって米しかないよ今。あ、そっか。油が出る。ね、中火な感じしない。うん。強いよ。弱める？いい。あんまり弱いじゃない。あんまり弱いじゃない。真ん中くらいだね。あれで。使わないよ。あ、今も使わないのこれ、うん、俺料理しねえからさ。ただも、なんだろう、並んでんのが可愛いなって塩、胡椒、醤油、ソース、ケチャップくらいだよこれ。それないよ、一切一切ないのね。どれがどれだか分かんないよ。オリーブオイル、はい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 、はいはいっつってるけど分かんない。赤サタナ順に並んでんの。赤サタナ順、名前ないから分かんないじゃん、うん、オリーブオイルで忘れた。ごま油。あ、はいはい、ごま油。だからその間の字だよ、そこ。間。何だったっけ、音。この間に。わかんない。色だけじゃ俺には分かんない。まあ、かければ何でもうまいと思うよ。何でもって言ったら怒られるか。いや、味がすれば何でも。何なら味がしないのもうまいよ。その素材の味の、ね。ああ、そういうことね。うん。もうかける。いいよ。ご飯にかけてからじゃなくていい。いいよ。ゲッ。今火を止めてますからね。いいじゃん。極力洗い物は増やさないからね。そうだね。もう一回さ、このまま置いといて。まあ、ここの床に置いても全然熱くてもいいからね。うん。あ、そうだよ。火だもんね。なんなら焼いてるからね。焼いた。だから、アウトドアに最強だと思うんだ、これ。ご飯盛りよ。うん。何も持ってきてないもんな、今日な、うん、焚き火しかほとんどメニューを持ってなかったから、うん、あとは任せだっていう感じ、うん、これもですか。あ、お焦げいいじゃないですか。焦げてるね。焦げてます。お焦げってほどお焦げになってないね。え、どっちほどいいんじゃない。真っ黒よりは真っ黒でさ、せんべいパリパリお焦げみたいなやつ。せんべいね、米せんべいだよ、ね、米せんべい。あれあれでうまいんだよな。食べたことある？ある。うまかった？うまいというか、うまい。焼きおにぎりを焼きすぎた。ああ、の焼き味噌おにぎりとか、うん、味噌、焼き味噌おにぎりを、うんうん、焼きすぎたみたいな。焼きおにぎりもあるよね。焼きおにぎりさ、冷凍のやつあんじゃん。あれ肉で巻いてさ、ここで焼いて、まあ、肉巻きにしてきたらさ、いいって思ったでしょ。やったの。肉がボロボロ取れて、炒めた肉と焼きおにぎりみたいな。あ、まあ、別々になったし、うん、ま
コツが必要だ。口に入れば一緒です。そうだ、今日は暑いかな。暑いね、多少も多少だけど。でも若者の皮膚形とかだとさ、あっちあっち言うけどさ、だんだん皮膚も頑丈になっていくからさ暑くないんだよね、そこまでは。生きてきてたよ、私は。これね、ほら、スモーピークの。いや、もったいないじゃん。まな板になるやつでしょ。そう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 。それはちょっと怖い。これね。本物だね。本物ですよ。形が本物の刀子。ほら。ナイフじゃないもん。うん、でも綺麗でしょ。これ見せたいのに出てこない。歩かなくていける人はどんどん来るよ。これが一番悪いけど、卵ついた。大丈夫。さあ。おお。腹減ったね。うん、急に腹減ってた。そうだね。そうだね。割れないんだもん、ここしか。これ、ほら、割れる。ええー、マジでそんなに強いの、うん、強い。強度が。何、角だな、角。めっちゃ角だよ。でも、活気が弱い。そういえばウィンナーどうする？ウィンナー焼くか。ねえ、ウィンナー、あれピリ辛のやつだったよね、なんか。そうだか。何が？これ焼くかと思ったけど余熱でいけそうな気もしないでもないけど、うん、これに乗っければいいのあの、これ取ってさ、あ、上にそのままね、取っときゃいいんだよね。入れなくていいよ。そっちから行ける？肩ときついね。ふう。行けた行けた。ただスキップしてる。暑いかも。どうこれ。しかももう燃えた。だから燃えてきてる。これ暑いの本当に。って思ってるけど。どうでしょう。この芋できてんのかな。あー、どうだろうね。あー、わかんない。わかんないだろうな。後ろにしかわかんない。全部入れる。入れてもいいよ。ほんと？あ、怖い。生でも。ジュージューいってる。よし、じゃあいただきます。立てればこれを。か。そういう時が三脚じゃないの。うん。いいのか。もうどうでもいいとか。うん。これかけて。はい。すごいジュージューいってる。あっち。うん。じゃあ見てみるかな。うん。見える。胸びれ簡単いけますね。なくても味するかもしれない。そう、うん、もうこの取り方はこれをかければいいですね。うん、ただあんまかけてしょっぱいよ、もう味ついてるから。うん、大丈夫、濃い口ってこと。うん、米炊けてる、ちゃんと炊けてる。うん、ほら、おお、いいね。うん、カメラを挟んだ状態で、まあ、こうやったら映んないんだけどね、うん、テーブルで食べる。柔らかく持ってる気がする。まあ熱いって言っても焼き芋くらいじゃないかな。焼き芋ってこんな熱いの。熱いですよ。本当に熱いよ。あ、ちちちち。お、こっちなんかただ息がする、焦げてない。お、あちゃ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 ち。見てみて。熱いな。ほらね、熱い。食えないよ。あれね、熱さじゃないよね。うん。じゃあ、締めてほしいと思ったら。食えない。ち、あ、落ちた。まあ、大丈夫。何つけて食ったらいいか。バター欲しかったな。確かにね。
あ、ホクホク。すげえホクホク。ホクホクしてるよね。すごいよ。やばい。成功したね、成功したね。いやいや、これ動画載せれば、動画データになれば。片手でね、カメラ持ってるとね。これさつまいもみたいに、もう直で口でガブっていってもいい気がする。本当？ただ熱い。熱くて持てないけど、今私割ってるけど。あ、うまい。芋だね。うん。塩かけたら。塩かけたらうまい？あんまりかけるはあれだよ。それ自分、あっちあっち。それかけすぎじゃねえか。しかもこれしょっぱいんだよ、顔面。どうぞ。熱い。いや、熱いな。箸いいね。箸いいの。いや、箸使うよ。いや、でもさ、ここまで来たら。あ、もうそれでいい。うん、このご飯粒が気になるけど。そう。芋。違うね、芋だ。芋だね、ホクホクした芋だね。うん、かけなくてもなんか芋自体うまい気がするけどね。うん。別にかけなくてもいいと思う。ねえ、うん、さっき今ちょろっと切ったけど、さすがにちょっと撮影しながら上に一旦切る。バター乗せたかったね。どんだけバター乗せ、ジャガバター。ああ、いいね。うん。さて、あと片付け。あと片付けね。これはもう次回持ち越し。さて、引き出しボタン。よいしょ。さて、これで買った。こういう時にしかもう使い道がないから無理して使う。いいね。それね。わ、飛ぶね。飛ぶ。あの入れる頃にはなくなってるかもしれない。そのまま行くんだ。これができるからね、この焚き火台、うん、楽なのよ。残らないでしょ、これ単純にさ。わ、飛ぶね。飛ぶ。ちょっと我慢してくださいね。まだまだ完全に消えてるね。消えてる。消えてなくてもこれ中に入れて密封すれば消えるから。うん、これ後片付けが楽なのよ、この焚き火台は。パッてやるのね。そうそうそう。まあ多少こぼれたらシートごと、うん、まあね、シートの方が折れるからさ。まあでも極力これな状態で入れてしまいますね。すごい色。はい、オッケー。こんな感じ。結構あるね。うん。